はい、皆さんこんばんは。今日は6月の26日ボギーチャンネル、私、日本の頃参議院比例第4支部支部長のボッキーテレフォンでございます。はい、カルガモさん、ゴーシローさん、シンマンさん、アワビさん、ありがとうございます。いや本当に皆さんこんばんはんこでございます。私にとりましては間の月曜日、はい、収録生放送が3連発ということで、月曜01さんこんばんはんこ、はい、ゴーシローさん今日もよろしくお願いします。ということで、普段であればうまいコーヒーを飲みながら、はい、喉を潤しながらキャスをする予定だったんですけど、なんと今日お店に着いたらですね、はい、席が、まあ席っていうか、まず、眩しいまず最初に車を止める場所が一箇所も空いてないんですよ。一箇所も、そして一箇所も空いてないから、これは面倒だなと思って2周ぐるぐる回っているとですね、なんとかかんとか1台入り込めそうな隙間を見つけまして、はい、そこにお尻から、まあ、入れてどうにか車を止めました。でもこんなにいっぱいしてるなんて、もしやしてっていうことで中に入ると、いやはやもうすごい、はい、もうあんなにたくさんある席が全て埋まっていましたね。まあ一つだけ空いてたのが、あのカウンターの横にある、コンセントがついてる席があったんですけど、はい、そこだけが空いていました。しかし両隣に、まあ、お客さんがいる中で、いくらヘッドホンしててもちょっとねっていうことで、今日はもう仕方なく車に戻りましてのキャストになります。本当に皆さん怪しげな雰囲気で申し訳ございません。本当はね、これでもやったらちょっとは面白いかなと思ったんですけど怪しいですね。夜からこういうのやってると完全に怪しまれますんで、はい、外します。はい、どうもリスコさんこんばんはでございます。ということで、今夜は私の愛車の中から仕方なくキャストになります。はい、では今日もお付き合いいただきますメンバーさん紹介します。まず247323さんこんばんはんこ、のりぞうさんこんばんはんこ、ききまるさんこんばんはんこでございます。それかはるどさんに、はい、森さんこんばんはんこ、あ、少佐やっぱり怪しげですよね。はい、いや怪しげだと思います。はい、それと中村さんいつも、はい、ニラありがとうございます。はい、それと塩様さんこんばんはんこ、いやそれとハロードさんからニラ茶いただきを言っております。であと、はい、南大阪の、はい、端っこさんこんばんはんこ、あ、中佐中佐ひどい目に遭いましたね。いやもう金かけて、あ、どうもゆきとさん、あのニラありがとうございます。最高豚さんニラありがとうございます。はい、ゆきんこさん、ゆうちんさん、こんばんはんこでございます。代表取締役さん、いつもご支援のニラ、ありがとうございます。鬼丸さんからもニラ茶いただいております。ニラ茶、ニラ茶でございます。ターミネーターさんからも。でも、一度、ニラ茶っていうのを作って飲んでみたいですね。はい、森さんからもニラ茶、猫パパさん、高松リーさんからもニラ茶いただいております。いや、でも、本当に、いや少佐どうもニラちゃんありがとうございます。昨日なんかあのログ見てみると中佐がなんやらひどい目に遭ってますよね。はい、わざわざあのゆうちんさん、これきよさん、はい、タンタン46さん、ニラちゃんありがとうございます。中村さん、あうで、いやもう金かけてわざわざあの北九州まで呼んでですよ、デコピン食らうなんて、これなかなか絶対ありえないでしょこれ。はい、いやもう本当にこんなね面白い人たちいないですよ。金かけてわざわざ呼び寄せてデコピン食らってもだえてるなんて普通じゃないですよあれは。まあそれがまた中佐のいいところでございます。セグさん、ニラッチありがとうございます。
はい、ともみさんこんばんは、こでございます。はい、それから猫吉さんからもニラちゃん、みきねえさんこんばんは、こふむむさん、はい、ニラありがとうございます。久しぶりですよね。はい、コーデさんニラありがとうございます。しかし中佐どうでした、やっぱ痛かったですかね。はい、夏のブートキャンプあんなもんで済まないと多分思いますよ。はい、三崎ねやさんと国会軍工省さんがニラ茶いただいております。もう濃いめのニラ茶、非常に元気が出ます。ありがとうございます。さて、非常にこういうところで車の中で喋るっていうのもね、やっぱり運転しながらだと道交法違反になりますんで、はい、あの固定は今日してませんので、前は固定してましたけどね。あ、中佐はやっぱり痛かったっていうことでありますね。さてさて、あの今日の桜ども私いろいろ喋ってたんですけど、今日実は桜の放送私見ていないんですよ。見た方おられますかね今日。はい、今日の沖縄の声、今週の沖縄左翼、左翼ですね、左翼見た方いらっしゃいます。はい、どんな感じでしたかね。はい、あ、クジラさんどうもニラありがとうございます。はい、絞ったらお茶も何でもできそうですね。いやー、もう本当に、あ、藤田モノさんどうもニラありがとうございます。いや、もう見ました。はい、香里さんいかがでしたかね。はい、面白かったですか。いや、自分見てないんですよ。あ、ピョンタさん、今日の沖縄の声いかがだったですか。皆さん、あのコメントの数もちょっと私見てないんですけど、はい、結構非常にプンプンするような動画がいくつも流れたと思いますけど、はい、いや最近この、ニコ生の米ちょっと荒れてましたっていうことで、最近なんか変な人たち湧きますよね。まあそれだけアンチが湧くっていうことは痛いんですよ。真実をやっぱり放送されることが痛いんじゃないかと思うんですけどね。はい、マリアおとりさん何回もやっぱり出てきておりますね。はい、あー、なんかアンチが来てました。どこにでも出没と。まあなんか私のツイッターもなんかアンチの、民進党のアンチの方々がなんか福赤を作ってなんか停止させるとか公言してたらしいんですけど、はい、いやー本当に何がどうなってるんですかね。はい、非常に不思議なものでございます。沖縄アンチですか。まあでもね、ああいう人たちはそうそうそう、こんなことでしか反撃できないんですよ。やっぱり真実に対してはもう罵倒しかない。はい、下げることしかできない。どこぞの国政政党と全く一緒じゃないですか。はい、ポジティブな提案、自分たち何ができるのかって言ったら相手を批判することしかできない。いや本当に左の人たちは似たようなもんでございますね。あの国政政党も辺野古でかぼちゃをガンガン叩いてる人たちも何にも変わらないと思います。はい、まあでもね、最近凝ってるこのツイッターの45秒動画、はい、45秒動画、これ非常に作るの意外と大変です。つまり普段だったら 3,4 分の動画を45秒に縮めるという、これテクニックでございまして、まあ、ただでさえあの味の濃いニラ茶がますます濃くなるというね、もうまさに濃縮果汁のような感じになっておりまして、はい、それを見るとやっぱり皆さん非常にピキピキくるようでございますね。まあ今日、明日出すかな、明日出すやつもまた本当に姑息で卑怯でハレンチで暴力的な人たちの動画を出しますけど、本当に皆さんまた怒ると思いますよ。はい、いやーラプターさん、どこにでも現れるから一人とは思えないって。そうですね、あの方のことですよね。あの方、日本のコロさんどうもニラありがとうございます。はい、ラプターさん、ぎゅっと濃縮沖縄左翼、確かにそうかもしれないですね。濃いですよ、最近の沖縄は非常に濃い。あ、どうもボリンさんこんばんは、こでございます。はい、それから、マカオさんニラありがとうございます。
まあ、こういったね、最近動画を流してフォロワーの数も少しずつですけど、まあ、増えています。今、1万2、3000ぐらいまで増えましたかね。嬉しいです、やっぱり増えるとね。はい。Facebook では、まあ、5000までですから、5000まで行ってないんですけどね、保留にしてるんで。だけど、Facebook でも多いなと思ったのに、1万、これがね、1万2000人、3000人に、やっぱり見ていられると思うと、やっぱり生半可なことはやっぱり書けない。そうですね、沖縄に行かない方がいいっていう方は、間違いなく工作員でございます。だって、大東亜戦争末期の沖縄戦で、なぜ九州、鹿児島、熊本から沖縄に向け特攻機が向かったか。はい。決して帰れないって分かったのに向かったかっていうことですよ。それ考えると沖縄に行きたくないってだだこねてるやつの、はい、考え、本当の狙いっていうのはやっぱり分かってくると思いますよ。私は。こういった時にこそね、中佐とか少佐とか、ね、他のイージスの皆さんみたいに、とにかく沖縄に行って助けなきゃと思ってる人たちっていうのは、当時のもののふと同じですよ。それをね、やだやだって、沖縄やだって言って、やっぱり見捨てること自体がやはり捨て石にしようとしてる、ね、捨て石だと思ってるのと何にも変わらないんじゃないかなって思うんですけどね。はい。どうも、佐紀店長、こんばんは、くんでございます。そうそう、塩サバさんのおっしゃる通り、無理して来なくていいと思います。はい。ということで、もう最近凝りに凝ってる45秒動画、皆さんも楽しんでいただいておりますかね。まあ、たださえ濃いやつをギュッと濃縮したせいで、これの、はい、無修正バージョンを見たいという人たちも増えると思いますけど。そうです。沖縄をね、やっぱり最前線だと思ってる人たちが来てもらえれば、それでいいと私は思います。あ、ホルスタインさん、北海道もやばいですよね。北海道は土地が買い占められてますからね。こういうのに全然対策取らんっていうのはおかしい。マグロさん、ニラありがとうございます。はい。中村さん、どうもニラちゃんありがとうございます。はい。お、塩サバさん、明日来るんですか、沖縄に。なんか嬉しいですね。はい。もし何かあったら連絡してくださいね。はい。明日は火曜日か。火曜日は閉まってるな。月曜日と火曜日、お休みのちょっと必殺のお店があるんですけど、はい、そこを非常に風光明媚で、いつか皆さんまた連れて行こうと思ってます。はい。マグロさん、ニラありがとうございます。ニラは何にでも合いますよ。さて、こういったツイッターで動画を流すようになってから、かなりアンチの方も増えてきていますね。あんだけボージャーさんの偽物も現れて、ブツブツなんか言ってますけど、誰も相手にもしないし、いいねも押さないという感じで、まあ、やはり汚い言葉で罵ることしかできないのが、まあ、あの世界の人たちかななんて思っております。あ、はい。石川さん、どうもニラありがとうございます。チロさん、お茶ありがとうございます。ゴルフはボギーペイさん、ニラ。ユキトさん、お茶ありがとうございます。つまり彼らにかなり痛撃与えてる。今なんてもう山城っていうと、条件反射的にクルサリンドとか、サリンド、クルサリンドっていう言葉が今出てくるようになりまして、あの方が今何を言ってもネットの中ではもう信用されないような感じになっています。ところが沖縄では絶大なる信頼が一部の人たちにやっぱあるんですよ。それ何かと言いますと、いわゆる情報弱者、情弱な方々ですね。まあ、新聞とかテレビとか見ない人たちが、結局その山城宏被告を美化する報道をそのまま鵜呑みにしてしまう。新聞に書いてあること、テレビでやることが全く同じような内容が流れるわけなんですよね。だって、添田被告ですらですよ、添田被告さもね、善人のような感じで載ってるわけですから。はい、あれもすごいなと思います。あ、今ミリタリーチャンネルさんから来てますけど、嘉手納に F-35 が飛来っていうことで、すごいですね。いやー、もう本当にこの山城さん、この暴力動画がどん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 公開されて、大痛手を食らってますよね。
で来月の15日にこのガナー雅子さんが、正す会で、この国連報告会をします、まあ、その時に私の方も弁士として呼ばれてますんで、まあ、参加をして、まあ、動画を作った本人としてその動画に込めた思い、そしてその狙いっていうのをいろいろお話をさせていただこうかなと思っております。はい、もう彼らが何と言おうとね、画像処理したダウナコーノって言ったって動画っていうのはこれインチキできないじゃないですか。はい、切り貼りはできてもなかなかインチキできない、よっぽどの技術がないとね。はい、それがやっぱり信憑性を高める。それに対して彼らはデマだっていう言葉すら言えなくなって、最後はまあアンチ、つまり罵倒することしかできなくなってくる。つまり彼らの汚い言葉は彼らの敗北宣言そのものだと私は思っているんですよね。はい、まあ、そんな感じでございます。まあこういった中で最近私がよく番組に出しているのが、元航空自衛官の大山くんなんですけど、まあ、なかなか元自衛官だけあって着物座った男で、思いっきりちょっとね、HK 仮面並みにビシバシちょっとやってみようかなっていうふうに、まあ、考えてるんですよ。最初はやっぱりすごい真面目で堅物みたいだったんですけど、最近からかなりふやけてきまして面白くなってきていますね。まあ、彼の、まあ、イベントっていうことで7月1日の土曜日に、那覇国際通りの天仏館の2階で、この選挙に行こうっていうイベントをかますということで、まあ、若者を中心になっていろいろやらかすということで私も行くことになっております。で翌日はまたパシフィックホテルで、はい、またイベントがありまして、それに参加ということで、そうですね、はい、もうああいうやはり決断できる男っていうのは必要ですよ。まあ、今日もラジオで言いましたけど、日本の政治家に一番欠落しているのは決断力、そしてスピードですね。つまり決断することで自分が責任を取ってしまうのがやはり嫌だっていうことですよ。まあ、当選してしまえば当然議席を守ることが非常に大切になると思います。これどんな政治家でも一緒だと私思うんですよね。ところが私が去年の6月に、はい、清水の舞台を飛び降りるつもりで、はい、政治家もしたことない人間が国政選挙に出たんですよ。だって一般市民が出たっていいじゃないですか。別に私のところ政治家の家系でもないし、特別に裕福なとこでもないし、地方の実力者でもないですよ。皆さんと同じように、はい、一般市民で、ね、普通の親で、そしてネットの中で、はい、思いっきり駆け回ってるだけの、まあ、そんな男に、まあ、光を当ててくれた通りも非常に感謝するんですけど、そういった中で、まあ、皆さんの助けを借りながら目いっぱい走らせていただきましたよ。まあ、そういった中で初陣としては、まあ、顔向けできる数字は取れたんでね、私は私でそれはやっぱり満足はしてます。はい、義務は果たしたっていう感じでね。まあでも本当に青山さんの出馬は痛かったです今となってはね。はい、今は私応援してますけど、まあそんな中でやはり私自身が参議院は任期6年ですよね。私常々あちこちで言ってた言葉があるんですよ。自分は一期でいいと、一期で構わない、その代わりやりたい放題させてもらうというふうに私言いました。常にあちこちで私これ言ってたんですよ。2期できるか3期できるかはその1期目の、ね、働きを見て有権者が決めればいいんですよ、ね、私ごときが2期目も頑張りますなんていうそんな筋合いのもんじゃない。まずは常在戦場、もし通るんであれば一気でいいという覚悟を持ってですね、自分にできることを最大限にやっぱりやっていこうっていう、そういった覚悟で挑んだんですよね。ですから沖さやの皆さんはあいつだけは生かしてならないということでかなりネガティブキャンペーンやりましたよ。で沖縄のメディアも
徹底的に私のことを無視する作戦に出ましたね。普段選挙に出る候補者が普天間基地の再利用計画なんか話したらそれこそ散々に叩くんですけど、何一つ触れようとやっぱりしなかった。つまり彼らにとって本当に都合の悪い男だったんだなというのは私思ってますし、ならばもっと都合の悪い男になってやろうということで、はい、選挙後さらにパワーアップをし、そして皆さんのようなねメンバーにも恵まれて、まさにやりたい放題、今週の大きな左翼、はい、ビシバシと切ってますけど、まあだからか分かんないんですけど、かなりある特定の人たちから嫌われちゃいましたけどはい、いやでも本当にね、あ、マカオさん八重山日報を取って吹っ切れましたっていうことで、そうなんですよ。だから八重山日報をもっともっとやっぱ広げないといけないと思います。で、実は八重山日報今一瞬止まってると思います。なぜかと言いますと、スタートしたのが4月1日ですよね。4月1日に、最低でも私は3ヶ月は取ってくださいと、できれば半年1年を取ってほしいということで皆さんにご支援をお願いしました。まあそういった中で3ヶ月の方がそろそろ切れるんですよね。はい、3ヶ月の方がそろそろ切れるもんですから、まあ、そこでちょっとやっぱり解約っていう形で部数が減っちゃうかななんてね、これちょっと危惧しています。まあ今年中に5000は行きたいんですけど、やっぱりまだまだ皆さんの支援が必要ですんで、ぜひまた拡散の方よろしくお願いしたいと思います。はい、中村さんが当選してほしかったが出たことに意味があると、そうですね、すごい私自身糧になりましたよ。そして私たちのように、私たちネットの住民っていうのは特別なパトロンがいるわけでもないし、ね、大きな組織に後ろから支えられてるわけでもないんですよ。はい、お金が潤沢にあるわけでもない、ね、企業が献金してくれることもない。特に私なんかの企業からの献金っていうのはゼロでした。はっきり言います、ゼロ。企業からの献金はゼロ、ね、みんな個人からだったんですよ。個人、はい、少ない人はもう1000円から支援していただきましたよ。そういった人たちの支援を集めてどうにかこうにか乗り切って2週間の戦い頑張ったんですけどね。まあでも私にとりまして残念な結果ではあったんですが、とにかく走り抜いたっていう、そういった思いはあります。まあ、だから大山くん、まあ、彼もですね、非常に私と似た匂いがやっぱりするんですよ。ああいった男は多分出るところに出れば思いっきり暴れるタイプだと思います。なんといってもああいう男には決断力っていうのがあるんですよ。そしてスピードだってね、飛行機っていうのはヘリもなんですけど、最低でもやっぱり200キロとか300キロの速度で飛んでますよ。2、300っていうと車だったらもう信じられないスピードですよ。そういった中で一瞬の判断ミスがやはり命を奪う、事故につながる。そういった中で常に、まあ、周囲に気を配りながら安全を確認しながら、そして、下に見える、ね、市街地の方々にも迷惑をかけないようにっていうことで、あらゆることを頭の中で計算してやっぱり飛んでいる。それ何かあると瞬時にやっぱり結論を出す、そのやっぱり思考のスピード、決断力っていうのはやはり私は政治の場でも非常に有効に活用できると思ってるんですよね。はい、まあだからちょっと今回思いっきり育ててやろうかなということで頑張ってます。まあだから次の4年後には HK 仮面あたり面白いかもしれないですよ。 HK 仮面 HK ですか。そうですよ、少佐何よりも仲間なんですよ。私の場合さっき組織も何もないって言ったんですけど、私にとってやっぱり支えてくれたのは皆さんのような横のネットワークなんですよね。ですから沖縄だけじゃなくて北海道、海外まで
ボギーさん頑張ってっていうことで、そういったネットワークでつながった人たちが応援をしてくれた。結果的に、まあ、政治の中では全く無名の人間がちょうど3万5千集まったんですよ。3万5千ですよ。みんな驚いてましたよ。なんであれは有名人でも何でもないのにあんな取ったんだっていうことで、それはやっぱり皆さんのようなネットワークがあったからなんですよ。一人一人の力は本当に小さいかもしれないんですけど、俺には大したことできないよっていう人たちが集まって、互いに連絡を取り合い、言葉を交わし、ボギーを上に上げて奥さんに痛撃を与えようという、そういった思いで応援をしてくれた。はい、まあ政治の場には行ってないんですけど、今そういった思いを胸に、いわゆる国を貶める連中に思いっきり痛撃を与えてますけどね。はい、いやしかし今日はあのラジオの中で中佐の言葉をちょっと引用させてもらいましたけど、まさにね、あの暗い暗いと不平を言うより進んで明かりをつけなさいと。これ日本の政治家に、特に野党の政治家に私聞かしたいですよ、ね、いつまでもいつまでも本当にこの家計問題ばっかり追いかけて忖度やなんやかんやと言って、結果的に何も進まない。国会が終わっても臨時国会開きとギャー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 騒いでる。やる必要ないと思います。森蔵さんニラありがとうございます。はい、桑原さんどうもニラちゃんありがとうございます。まあそういった感じで、本当に国会議員やってるんかお前って、本当にそれで国会議員かっていうような人たちが、まあ、いっぱいいるんですけど、まあそういった人たちをいかにやっぱ排除していくか。特に沖縄は喫緊の問題ですね。やはりこの沖縄西、そして沖縄西とタッグを組んだテレビラジオが今沖縄を牛耳っています。まさに戦前の情報統制下そのまんまです。はい、ある特定の人たちにとって都合の悪い情報とね、一切流しません。今日の桜でも紹介しましたけど、辺野古でとっ捕まった女性活動家、名前すら出さないですよ。八重山日報とか、はい、産経ではちゃんと名前出てるじゃないですか。名前分かってるのに出さないっていう、これがね、忖度でなくて何て言うんですか、はい、自分たち同士のへの忖度ですよ、メディアのね。自分たちはこのように忖度するくせに、首相が忖度したどうのこうって批判できるんですか。とんでもない話ですよ。ダブルスタンダードやめなさいと。だから私前から新聞法を作ろうって言ってるんですよ、マジに。はい、新聞を。そして公務員の政治活動を一切禁止するっていう、そういったの法的に定めればね、かなり日本という国良くなると思いますよ。でもなかなか政治家これ怖いのか誰も言わない。本当に残念でなりません。でもね、本当にあの本気で国のため未来のためにやるっていうんだったら、本当に俺は一気でいいと。とにかく一気でいいからやりたい放題させてもらう。その後のことはみんなで判断してくれっていうぐらいの気概を持った男をね、もっともっとやっぱり増やしていかんといけないと思います。今日こうして私の番組を見てるメンバーの中にも、そういった宝石の原石が私入ってると思うんですよ、ね、どこにでもいるような普通の一般市民、サラリーマンで、普通のお父さんで、ね、普通のお母さんで、普通の若者で、はい、本当に普通の人がチャンスが与えられれば宝石のように輝ける、そういったね人たちをどん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 やっぱり政治の場に出していくっていうのは、私本当にやりたいなと本当に思ってる。だから自分自身がやっぱり先駆けとなって、そういった人たちを引っ張り上げていくっていうことを今後やっぱりねやっていきたいなと思っています。中佐どうも、榎本さん、はい、それから榎本さんから2連発、そうですね、報道も、そうです、報道もやっぱり責任っていうのをやっぱりやらないといけないですよ。言いっぱなし、すいません、訂正記事で終わりなんて、そんなのはありえない。やっぱりビシビシとね、報道に携わる側にとっても、責任っていうのをきちんとやっぱり取ってもらいましょうよ。ね、デマ流して日本をね、ここまで貶めて、とんでもないことをやってる新聞社もありますよ。沖縄の新聞社に至っては、労使協定でね、
自衛隊について好意的な報道しないなんてふざけたことを言ってる。そんなことを認めてる世の中っておかしいんです、やっぱり。そういった連中に限って何かあったら自衛隊をお願いしますじゃないですか。ね。どこぞの赤いコンペイトーに立っては、自衛隊基地すべて撤去だ、軍隊は出ていけって。じゃあ不発弾処理誰がやるんだよって言ったら、一言も答えきれないんですよ。そんな矛盾した連中がね、ジュゴン守れ、ね、サンゴを守れ、海を守れ、自然を守れ、ウミガメ守れ、ヤンバルテガナ、テナガコガネを守れ、何言ってるんですか、本当に。こんなして動物とかね、子供の貧困とか、そうやってキレイ、ビレイクをね、並べ立てて、ね、できもしない公約、消費税ゼロとか、行って当選をして、当選したら、辺野古に直行ですか。やっぱり沖縄県民もっと勉強しないといけない。だから沖縄のメディアは、沖縄県民が賢くなるのを阻止してるんですよ。沖縄県民が自分たちで情報を仕入れ、自分なりのやっぱり考えを持つことが怖いんですよ。だから新聞やテレビが言うことをすんなり信じてくれる県民を作らざるを得ない。そのためにはやはりフィルターのかかった情報を一方的にやっぱり注入をしていく、まあ、それが今の沖縄のメディアそのものですよね。八重山日報素晴らしいですよね。あっち系のこともちゃんと載せる、こっちのことも載せる、まさに両論兵器ね、これこそが新聞ですよ。ところが残りの2社はどうですか。はい、賛成派、容認派、中間派の意見なんて何にものない。出てくるの出てくるの出てくるの、みんな金太郎飴みたいに赤い連中ばっかりじゃないですか。新聞なんか、はい、写真見て私笑ったんですけど、目印みたいにポニーテールの五人があちこちに写ってるじゃないですか、いろんなところで。何なんですかあれって、ね、劇団沖縄左翼は劇団員減少してるんですか。いつもいつも同じ人ばっかり出てね、同じこと言って、まあ、それで沖縄県民をずっとだまくらかしてきた沖縄日誌、そしてメディア、今後八重山日報が伸びていけば確実に私沖縄変わると思う。もともと沖縄はね、左翼の島じゃないんですよ。ガチガチの保守の島なんですよ沖縄は。それをね、メディアが、そして教職員組合や、ね、行政が時間をかけて少しずつ少しずつ赤く染め上げてきたんですよ。尾長知事が誕生した時にそれはもう完結するかに見えたんだけど、その時に立ち上がった皆さんのような一人一人の、ね、情報ツールを駆使する市民の方々の登場によって今持ちこたえている状況です。だからコメント欄にも書いてましたけど、沖縄に行きたくないとか切り捨ててしまえっていう人はそれでいい、どうぞもう舞台から降りてくれと。しかし歴史の舞台は我々自身が作っていくんだと、そういうね共通認識を持ったメンバーでに取り組み、沖縄で勝利することは日本全土で勝利することにつながる。沖縄の次の戦場は多分北海道ですよ。まずは沖縄を取り戻し、次の防衛の要衝北海道をやっぱり取り戻していく。私たちはまだまだ力はないです。二面作戦三面作戦取れるような余裕はないんですよ。まずは一点集中してそこをね勝利を収めて、それが次の非常に危険なところにまたみんなで力を投入していって、この国をね貶めるおかしな連中、まあ別名売国奴って言いますけど、そういった連中をやっぱり駆逐していかないとね、子供たち孫の世代に誇れる日本は残せないというふうに私は思っています。しかしよくもまあ本当に30分以上もね原稿を見ないでペラペラ喋ってるなと思うんですけどね。はい、まあでも今日は都知事選挙で日本第一党の候補者がなんか暴行を受けたっていう話も聞きました。まあどんな方が暴行を加えたのかちょっと分かんないんですけど、つまり日本第一党、つまり保守側にいい思いを持ってない人、まあ結果的に私はパヨクだと思うんですけど、写真を見たらなんかじいさんみたいな感じでしたけど、ああやっぱりねと思いましたよ。しかしね、本当に
真実が多くの人たちに伝わるようになれば、彼らはもう居場所ないと思います。すでに山城博司は居場所は沖縄西と沖縄メディアの中しかないんですよ。多くの若者たちが彼の正体を知ってる。クルサリンド、サリンド、クルサリンド、ダイ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 、死ね米兵、死んでしまえ、死ねよお前、クソったれ死ねと、誰が聞いてもおかしいことをね、平気で言ってる人間が平和とか非暴力とか言ったって通りません。しかしそれをね、やっぱり県民や国民に浸透させたのはやはり皆さんのおかげですよ。皆さん一人一人ができる範囲で一生懸命拡散をしてくれた、そのおかげでね、沖縄は今どうにか踏ん張ってます。これからもぜひ、いやー皆さんすいません、今はい上空で雷がゴロゴロしてるせいか、ちょっと切れてしまいましたけどね。はい、まあそういった感じで今夜も熱く語らせていただきました。ターミネーターさん、どうもありがとうございます。ちょうどエンディングであと20秒っていうところで切れてしまうなんて、こんな意地悪なですね、まあ雷雲のせいかななんて思ったりもしてますけど、はい、でも本当に今夜も最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。明日はまた夜9時から、ボギーチャンネル1部、そして2部は例の原師範のギャンギャンナイト。はい、あそぼさんどうもニラありがとうございます。ギャンギャンナイトでは、そうですね、コメント4000件達成してかなり鼻息の荒い師範、またむちゃくちゃな注文をしてくると思います。そして多分ゲストに呼ばれてる方が被害に遭うんじゃないかと思っております。ぜひ中佐近藤デコピン食らった時のインプレッションでも私にまた送ってもらえれば楽しいかなと思ってますんで、はい、今日の、チャンネル桜沖縄の声、そして夕方からの、源ちゃんの耳薬、ぬち薬、そして夜9時からのボギーチャンネル、本当に長丁場皆さんお付き合いくださりましてありがとうございました。しかし私よう本当にもう喋るなと自分でも呆れております。いくらでも喋っちゃいますよ。特にあっち系の話だったらもういくらでも喋らせていただこうと思っております。にゃおさんお茶ありがとうございます。DJ パターさん、どうも拍手ありがとうございます。ベルさん、ありがとうございます。ヤスさん、ニラちゃん、ありがとうございます。ということで、今夜のボギーチャンネル、一旦切れましたけど、これにて終了させていただきます。明日もまたちゃんとしたところから、明るいところから放送させていただきます。では皆さん、明日またお会いしましょう。ごきげんよう。